こんにちは、富田です。今日はセカンダリードミナントとはアドリブ必須理論という動画の後編をお送りしたいと思います。前回ね、セカンダリードミナントについてね、理論的に解説をしてみました。まだね、そちらご覧になっていない方は先に前編の方をご覧ください。ということで今日はね、解説ということで実際にスタンダード曲でね、いろいろセカンダリードミナントについて解説をしていきたいと思います。それでは早速スタートしてみたいと思います。はい、ではね、実際にスタンダード曲を使ってセカンダリードミナントについて解説をしていきたいと思います。まず1曲目はね、このオールオブミーですね。よくセッションでもねやると思うんですが、はい、こんな感じになります。まず最初ね、1度 C メジャー7は普通に1ですね。で、2つ目に出てくる E7 なんですけども、これが早速セカンダリードミナントになります。で、どういうふうに解釈するかっていうと、 E7 がまず何に対する5度なのかっていうのを考えるわけですね。で、 E7 はじゃあこの場合 A に対する5度7であると。 E7 は A に解決する5度7なんですね。じゃあこの A っていうのがこのキー C の時の何度なのかっていうふうに考えると、 A は6番目の5度ですね、6度ですね。なんで解釈は6度に対する5度7であると、 5-7 of 6っていうふうに解釈をします。 E7 ですね。はい、でじゃあ実際に E7 はどこに行ってるかっていうと、これ A7 に行ってるわけですね。はい、Am7 じゃなくて A7 に行ってます。なんでこの A7 自体も実はこれまたセカンダリードミナントなんですね。もうセカンダリードミナントの連続っていう感じですね。じゃあこの A7 はね、じゃあ何のセカンダリードミナントなのかっていう話なんですけど、 A は何の5度なのかっていうのをまた考えますね。 A はこの場合 D に解決する5度7ですね。 A の解決先は D ですね。じゃあ D っていうのはキーが C においては D っていうのは2番目のコードですね。 Dm7 に解決するセカンダリードミナントであるっていうふうに解釈をします。で、書き方は 5-7 of 2ですね。2番目の D7 に対する5度7であるっていうことですね。で、これは実際 Dm7 に解決をしていますと。で、続いて、Bm7flat5、 これはね、キーが C で言うと7度のマイナー7フラット5っていうふうに解釈できるんですけど、この場合ちょっとね、後で説明しますね。これ related to マイナー7フラット5っていう書き方をしてます。で、まずこっちですね、 E7、 これまたねセカンダリードミナントですね。先ほど同じです、 5-7 of 6ですね。で、この場合ちゃんと Am7、 6度に解決をしてますと。で、この Bm7 フラット5の考え方なんですけど、この場合は E7 にね、 E7 と関係するこの2度マイナー7ですね、すみません、2度マイナー7なんで、この E7 と関係のある2度マイナー7フラット5ですよっていうふうに解釈しているというだけですね。7度のマイナー7フラット5って書いても問題ないんですけど、2-5になってるんでね、関係がね、ここは Bm7 フラット5は2としてね解釈した方がいいと思います。で、続いてこの D7 ですね。はい、これなんですけど、 D7 っていうのはこの場合 C のキーから見たら2度の7ですね。で、セカンダリードミナントとしては5度に対する 5-7、 5度に対する5度7なんですね。要は G7 に対する5度7であるというふうに解釈できますと。これはセカンダリードミナントとして解釈するんですけど、これね、実際僕はモーダルインターチェンジっていう理論をね使ってっていうかで解釈した、この C リディアンの2度7ですって考える方が僕は好きですね。 C のリディアンスケールのダイアトニックコードをバッと書いていくとね、2番目が7スになる D7 になるんですよね。そこから来ているというふうに解釈したが僕は好きですね。ちょっとこのあたりちょっとまたね詳しく説明しなきゃいけないので、この動画では割愛しますけど、またね今後モーダルインターチェンジについても解説をしたいと思います。で、最後はね、 Dm7D7、 これは普通の2-5ってことですね。なんでもうオールミー、ここだけでもね E7A7 で D7、 3つのセカンダリードミナントが出てきていると。で、特に6度に向かうセカンダリードミナントと2度に向かうセカンダリードミナント、この2つ本当によく出てきますね。なんでまずね、この辺りキーが C なら E7 とか A7 は本当によく出てくるんで、セカンダリードミナントであるっていうふうに覚えちゃいましょう。その方が楽だと思いますね。じゃ、続いてね、ちょっともう一曲別の曲で解説しますね。はい、続いては I'll close my eyes を使ってね説明したいと思います。はい、こんな感じですね。最初は Fm7、1m7、これキー F の曲ですね。で、早速ですね、7スまず見ていきましょう。まず A7 ですね、ここですね。で、G7、F7、もうこの辺ね、全部セカンダリードミナントですね。じゃあまず A7 からいきましょう。A7 っていうのは何かっていうと、D に対する5度7ですね。で、この場合、F キーの D っていうのは6番目の音なんで、6度に対する7スコードであると。
で、これは実際に6度のマイナス7、Dm7 に向かっていってますね。で、続いて G7 ですね。G7、これは C に対する5度7ですね。で、C っていうのは、この F キーの5番目の音なんで、5度に対する5度7、5、7 of 5っていうふうに解釈ができますと。で、これも実際ね、C に行ってますね。ただ、ここね、本来は C7 なんですけど、このところでは Cm7 に行ってますということですね。で、F7 ですね。これもね、セカンダリードミナントなんですけど、F はじゃあどこに行くかっていうと、B フラットに向かう5度7ですね。B フラットに対する5度7が F7 であると。じゃあこの B フラットっていう音は、キー F の4番目の音なので、4度に対する5度7と、5、7 of 4っていう解釈をします。で、ここもちゃんとね、4度に行ってますね。で、E フラット7なんですけど、これはね、まあ、セカンダリードミナントのもう一歩先のね、代理コードになります。裏コードって言ったりするやつですね。これちょっとね、今解釈、その説明しちゃうとややこしくなるのでね、セカンダリードミナントを理解してないと代理コードって分かんないので、ここではね、ちょっと説明割愛させていただきますけども、まずね、ダイアトニックコードを理解するっていうところをね、優先してください。裏コードについてはまた別の動画でね、個別に解説したいと思います。で、F メジャー7はまた1ですね。で、この E7。はい。これもね、セカンダリードミナントですね。じゃあ E7 は何に解決していくかっていうと、これは E は A に対する5度ですね。A が1と仮定した時の5度7が E7 ですね。じゃあこの A っていうのは、キーが F の3番目ですね。ファーソーラーの3番目の音なんで、3度に対する5度7と、5、7 of 3っていう解釈をしますと。で、これ実際に3度のマイナーに行ってますね。で、じゃあ次。はい。また出てきますね。D7 ですね。じゃあ D っていうのは何かっていうと G に対する5度7。G に対する5度7なんで G っていうのはこの F キーの2番目の音ですね。2度マイナー7この場合は。G に対する5-7が D7 ですね。なのでこの場合は2度の5度7っていう解釈をしてください。5-7 of 2。で、これも実際に G マイナーにちゃんと解決をしていると。2度7ですね。2度マイナー7ですね。で、C7 っていうのはこれはもう純粋な5度7でありますよと。いう感じですね。なんでこの A7、G7、F7 でちょっと E フラット7は裏コードで E7、D7 これね全部セカンダリードミナントですね。それぞれ何度に対するセカンダリードミナントなのかっていうのをしっかりとね理解できるようになってください。でね、もう一曲ね、サムデイマイプリンスウィルカムでね説明したいと思います。はい、ではもう一曲ね、サムデイマイプリンスウィルカムで説明したいと思います。はい、こんな感じです。まずね、最初の8小節ですね。これはキーが B フラットの曲です。まず1度のメジャー7から始まって、早速この D7、これセカンダリードミナントですね。D っていうのは G に解決する5度7でしたね。じゃあ G っていうのはキーが B フラットの時の6番目の音ですね。6番目が G、まあ Gm7 ですね。ダイアトニックコードで言うとね。なんでこの G、6番目に対するセブンスコード、5-7なんで、5-7 of 6という解釈をします。で、この D7 というのは Gm7 に向かう力を持っているわけですね。で、その後、これはね、実際 Gm に行かずに E フラットメジャー7、4度メジャー7に行ってるんですね。で、ここで大事なのが D7 はね、もう必ずしも G に行くわけではないと。セカンダリードミナントは必ずこの、じゃあこの場合と6に行くのかっていうと、そうではないってことですね。ただ大事なのは、この D7 自体はこの6に対する5度7であるっていうふうに解釈をしてアドリブをするべきであると、まあ、いうことですね。これ E フラットメジャー7の方をメインにしてね、メインにして、こっちを見ながらここをね、解釈変えちゃうっていうのは僕はあんまり良くないと思うんで、 D7 は D7 ですね。この状態ではまだね Gm7 に行きたくなるっていうサウンドなんで、で実際解決してみたら Gm じゃなかったっていうことなんでね、ここはしっかり5-7 of 6としてフレージングをしてください。で、続いて G7 ですね。G は C に対する5度7でした。で、C っていうのは B フラットキーの2番目のコードですね。2番目の音。なんで、5-7 of 2、2番目に対する5度7っていうふうに解釈をしますと。で、これは実際に Cm7 に向かってますね。2度マイナス7にちゃんと言ってます。で、この G7 っていうのは先ほどの G7 と同じですね。5-7 of 2っていうふうに解釈をしますと。で、これまたちゃんと2度に解決してると。で、F7 っていうのはこれ純粋な5度7ですね。で、後半なんですけど、後半の16ですね。一回繰り返した後ですね。まあ最初同じですね。最初 B フラットメジャー7、1ですね。で、この D7 また6の5ですね。5-7 of 6。で、4度に解決してないけど、4度があって、またこれもね、5-7 of 2ですね。で、ちゃんと2度に解決をして、もう一回 G7 があって、
でちゃんと解決をして Cm7 で F7、 ここまでは同じですね。で最後のところですね、ここで Fm7Bb7 というのがあります。これ2-5なんで、こっちの2はねもうリレーティッド 2-7 というふうに書いてますね。でこの Bb7 の解釈ですね、これも5-7なんですけど、これは何の5度なのかっていうと、 Bb は Eb っていう音に解決をする5-7ですね。じゃあこの Eb っていう音はキーが Bb の中の4番目のコードです。 Eb メジャー7、ヨドメジャー7のことですね。でこれちゃんとねヨドに向かってますね、はい、で解釈はヨドに対する5-7、5-7ですね、5-7/4っていう風なセカンダリードミナントですね。で実際 Eb メジャー7に解決をしてますとっていう感じですね。でまあこれはねディミニッシャーもシャープ4って書いたりとか、でこれもサス4ですけどね、まあ一応5-7であるっていう風に解釈をねしてますと、こんな感じですね。それぞれのセカンダリードミナントは何度に向かう性質を持っているのかっていうのをちゃんと解釈するっていうのがすごく大事ですね。で実際そこに行ってない場合もあるっていうのをしっかりと分かっておいてください。必ずそこに向かうわけではないので、ただそのセブンスコード自体はその一応理論上ねそこに解決しますよっていうサウンドをちゃんと持っているので、アドリブはちゃんとそのセブンスコードとしての解釈でアドリブをしてくださいということになりますね。以上3曲、All of Me、I'll Close My Eyes、Someday My Prince Will Come、 この3つでね実際に確認してみました。ちょっとね理解していただけたかなと思います。まあ普段ねあんまり考えずに弾いてたなっていう人もね、これを機にねセカンダリードミナントちゃんとねこう意識をしてアドリブをしてもらえるといいかなというふうに思います。はい。で初心者向けと呼ばれるスタンダード曲にもねセカンダリードミナントっていうのはたくさん出てきます。まずはそのセブンスコードがねダイアトニックの中の純粋な5-7なのか、それともセカンダリードミナントなのかを瞬時に判断できるようになりましょうと。なんでまずそのキーのね純粋な5-7っていうのをまず覚えましょう。キーが C なら G7 は純粋な5-7ですね。それ以外のセブンスは基本セカンダリードミナントです。それかもしくは裏コードね、これをねまず覚えるっていうのが大事ですね。補足なんですけど、スタンダードを弾く時のポイントとして、曲に出てくるセブンスコードはねもう以下の4つのうちのどれかですと。で最初は純粋な5-7、そのキーの純粋な5-7ですね。でもう一つはセカンダリードミナント、これ今回ね説明してきたセカンダリードミナントですね。でもう一つがね代理コード、ちょっとねさっき出てきましたけど裏コードのことですね。でもう一つはね転調したキーの5-7と、完全に転調してしまったキーの5-7、この4つもねどれかですね基本的には、はい、どれかに当てはまりますと。で、何曲もスタンダードを練習していればね、曲のキーとね出てくるコードがもう毎回ほとんど同じであるってことがね分かってくると思います。この曲のこのキーならこのコードが出てくるっていうのはもう大体同じなんですね。でそれはもう曲をこなせばこなすほど分かってくるもんなので、で要するにこのキーなら出てくるコードはこんな感じだよねっていうのが分かるってことですね。でしかもねその純粋なセブンス、ファイブセブンス、ゴドセブンスとセカンダリードミナントとか、それ以外のややこしいセブンスコードっていう感じでね、ざっくり意識できるようになってきます。でセカンダリードミナントはねよく出てくるんで、純粋なゴドセブンとセカンダリードミナントな、なんか純粋なやつとよく一緒に出てくるなっていうセブンスコードで、それ以外の全然そのキーと関係ないセブンスコードみたいな、そんな感じでざっくり意識できるようになってきますね。でいつも出てこないようなセブンスコードが出てきたら、もうまずね代理コードじゃないかっていうふうに疑ってほしいですね。ちょっとまたねこの代理コードについて詳しく説明しますけども、多くの場合はね代理コードで解釈できるんですよ。セブンスコードで無理ってなったやつは大体が代理コードで解釈できます。ただもし代理コードでも無理だったら、ほぼもうそれはもう転調していると考えてください。転調で問題ないと思います。あともしくはモーダルインターチェンジっていう解釈でね、全く別のスケールのダイアトニックコードから出るコードであるっていう、場合もありますけどね、ほとんどはもうこのセカンダリードミナントじゃない場合はもう代理コードか、もしくは転調、このどちらかで解釈できますね。ということでね、はい、スタンド弾く時のポイントとかね、このあたりちょっとね理解していただけるといいかなと思います。はい、ではまとめに行きたいと思います。今回はねセカンダリードミナントを理解する、前編とね後編で解説をしてきました。でセカンダリードミナントとはダイアトニックコードで解決するセブンスコードですよということですね。でセブンスコードは5-7、5-7と解釈してどこへ向かっているのかっていうのを把握することが大事ですよと。
ということですね。で、スタンダードでね、実際に確認をしてみましたね。All of me, I'll close my eyes, someday my prince will come ね。まあ、1回ではね、完璧に理解できないとはね、もう1回ね、動画止めてゆっくりと見直してください。で、補足スタンダードを引く際のポイントっていうことで、まあ、セブンスコードの解釈は4つありますよと。まあ、純粋な5度7である場合、セカンダリードミナントである場合、で、代理コードである場合、で、転調したキーの5度7である場合、この4つですね。で、リードシートを見たときに、純粋な5度7とセカンダリードミナントをまずは把握できることが大事です。で、それ以外のややこしいセブンスコードですね。これは代理コードと転調で解釈すると。で、多くの場合は代理コードで解釈できますよっていうことでしたね。ということでね、セカンダリードミナントはジャズのアドリブにおけるね、とっても重要な理論なので、必ずマスターしてください。反射的にね、セカンダリードミナントを把握できるように、まあ、いろんな曲をね、練習して経験値を上げていきましょうと。で、またセカンダリードミナント上でのね、アドリブについては、またね、今後、まあ次回かわかんないですけど、の動画で解説していきたいと思います。はい。ということでね、今回はセカンダリードミナントについて解説をしてきました。ではね、以上となります。ありがとうございました。